皆さんこんにちは、浩平です。また今週も一人です。今日はですね、本当に一人で、このマシューちゃんの中を見渡してみてもみずきはいません。ちょっと順番に説明させていただきますね。まあ、まずですね、前回の動画見てない方もいらっしゃるかなと思うんです。前回の動画見てない方のために説明させていただくと、前回1週間くらい前にお休みしますという動画を撮らせていただいて、まあ、それも僕一人だったんですけど、その時はみずきここに寝てたんですね。で、なんでお休みしたかっていうと、みずきがちょっと急にめまいを起こしちゃって、立ってられないぐらいのグラグラグラっていうめまいで、まあお医者さんにかかって、おそらくはその夜耳石が外れちゃったみたいな感じの、まあ要はそんなに重病ではないめまいだよっていうことではあったんですけど、まあちょっとゆっくりこの機に休ませていただきますということで休ませていただいてたんですけど、とりあえずそのめまいは治りました。数日まあゆっくりしてたら結構元気になってきて、全然もう最近ではほぼほぼめまいとかは一切ないみたいな感じだったんですけど、でなんでじゃあいないのかっていうことなんですけど、めまい以外の症状がちょっと出てしまって、でそれで病院にかかったら検査入院が必要ですっていうことになっちゃって、でみずきは検査入院するためにいません。で多分検査の結果が出るのが1週間か2週間後ぐらいなのかな。それまでみずきはちょっとお休みさせていただこうかなと思います。で、みずきはって言ったんですけど、休むなら2人とも休めばいいじゃんっていう話なんですけど、実はですね、まだ動画のストックがちょっとあるんですよね。そのみずきがめまいを起こす前、元気な時に撮ってた動画っていうのがまだ多分3本ぐらいかなあるんですよ。でこのままずっと待ってると、まあ、その動画の季節感もずれてきちゃうし、前回お休みの動画出した時にはまあ今日ぐらいのタイミングで出していこうかなと思ってたんですけど、また旅を再開してちょっとそれも難しくなってきちゃったんで、まずそのストックがある分の旅動画だけ先に出させていただこうかなと思います。まあ、なのでちょっとわけわかんない感じになっちゃうんですけど、明日からは一回元気な時の淡路島編が1本と高知編2本かな、旅動画を出します。でその高知編を撮り終わった後に前回のめまいの動画を実は撮ってるんですね。なのでその高知編までのストックを使い切った後はちょっとまあこれからどうしようかなっていうのはまた検査の結果を見て考えようかなと思っております。まあ、検査結果が良ければすぐまたあの旅出発しようかなとも思いますし、まあ、検査の結果次第ではまたちょっと違った形になっていくかなとも思うんですけど、それはまだ考え中です。で前回の動画出した時にものすごいたくさんの方からコメントいただいて本当にありがとうございました。ご心配のコメントたくさんいただいて、自分もめまいだよとかこうしたらいいよって対処法とかもいただいて本当にありがたかったんですけど、ただちょっとまあいろいろバタバタしててこのところ全部返せなくて申し訳ないなと思ってるんですけど、まあ、ゆっくり休んでねっていうコメントもたくさんいただきまして本当にありがたいなと思って、そういう優しい視聴者さんのおかげで僕らはなんとか YouTube を続けていられるっていうのは本当にあるなと思って今回感じました。ありがとうございます。ただゆっくり休んでねももちろん本当にもう善意からだと思うし本当にありがたいなと思ってるんですけど、一方で実は僕らって仕事これしかしてないんですね。 YouTubeからしか収入がないんですよ。ですごいじゃあ貯蓄があるのかっていうとすごい貯蓄があるわけでもないんで、 YouTube を休むということはその間収入がすごく減ってしまうということになるんですよね。例えばちょっと自分が体調悪かったり精神的に、まあ、疲れてるなと思っても毎日仕事には行くじゃないですか。だから僕もちょっと頑張って動画は作っていこうかなと思っております。これが僕らの仕事なんで、これをしないと収入を得られないんで、まあ動画は何らかの形では出していければなと思っております。なのでぜひどんな形の動画になっても見ていただけたら嬉しいなと思います。まあもちろん2人で旅出発しますっていう動画が始まればそれが一番なんですけど、そうじゃなくなったとしても浩平一人車中泊とかちょっと切ないげな動画になるかもしれないですけどまああんまりね、いつもの感じとは違った雰囲気になるかもしれないんですけど、それでもぜひそんな動画を見ていただければ、もうそれが一番直接の応援になるんで、僕らにとっては動画を見ていただけるってことが僕らの収入に直結して、それでみずきも安心して療養することができますんで、ぜひともどんな動画になったとしても見ていただければなと思います。まあこれはまだ全然わかんないんですけど、これからの検査の結果次第ではまあお金も結構必要になってくる可能性もあるんで、ちょっとお休みするっていうのは僕はやめようかなと思って、まあ、いろいろ作業を始めております。あ、でこういう話をするとすごく優しい視聴者さんがいらっしゃって、僕らの視聴者さんの中には寄付くれたりする方いらっしゃるんですよ。それは現状必要ないです。もう動画を見てくださってその収入で生活はできているので、本当にまあ最悪の最悪とかになったらまた分かんないですけど、
今現状特にその寄付だったりとかすごいスパチャを投げなくちゃとかそういうのは必要ないんで、もう動画を見ていつものようにコメントくださってっていうのが一番ありがたいですし、そうすればどん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 登録者さんも増えて、で見てくださる方が増えれば収入もどん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 安定していくんで、まず動画を見てくださるっていうのが一番応援になるので、それをよろしくお願いします。でね、前回の動画でも1週間休むんでよければ過去の動画見てくださいって、まあ、あの時は1週間で復活するつもりだったんでそんなにしっかりお願いしますみたいな感じではなかったと思うんですけど、それでも皆さん過去動画を見てくださった方たくさんいるんだろうなと思って、 YouTube ってアナリティクスって言ってデータが見れるんですけど、この自分たちの動画これぐらい再生されてるよとか、1週間動画を出してないにもかかわらずこの1週間動画を普通に更新してる時と同じぐらいの再生回数がありまして、本当に皆さん過去の動画遡って見てくださったんだなっていうのが伝わっております。本当に本当にありがとうございます。まあ、今後やっぱりちょっとどうなるかわからないっていうところで本当に頑張っていかなくちゃと思うんで、よければまたお時間ある時にね、過去の見てない動画とか旅動画だけでも結構出してるんで、それを全部見てる方って意外と少ないんじゃないかなと思って、なんか旅動画見てない方はぜひ旅動画最初からこう見てってもらって、これ見てないなーっていうのがあったら再生してもらえればと思いますし、旅動画は全部見たなっていう方も、実は僕ら沖縄移住時代にすごくたくさんの動画作ってるんですねなので、まあ、その沖縄の動画も今とはちょっとテイストが違ってね、いろんな沖縄の文化を発見したりとか、美味しいものを食べに行ったりとか、すごい綺麗なものを見に行ったりとか、いろいろしてるんで、よければ沖縄時代の動画も見ていただければなと。まあ、特に初期は拙いなと思うんですけど、その成長もまあサニージャーニーと思って見ていただければ今とはねまたちょっと雰囲気が違って、沖縄後期の動画だと今の動画より面白いかもしれないのもあると思います。視聴者さんがこの動画めっちゃ好きって言ってくださる動画、意外と沖縄の動画だったりします。よければそんな風に過去のサニージャーニーも振り返っていただければ、それがもう直接僕らには応援になるんで大変ありがたいです。よろしくお願いします。まあ、例えば今この動画を見てる方が1本ずつ動画を見てくださったら、もう丸々動画1本分ぐらいの再生回数になるんですよね。それでなので本当に皆さんが動画を1本2本3本見ていただけるっていうのはすごい応援になるんで、ぜひともよろしくお願いします。まあ、今後どうなるかはちょっと僕らも現状全然わからない状態なので、またご報告動画を出させていただければなと思います。何らかの形で、いきなり急に YouTube やめますとかそういうことは絶対ないんで、どんな形になったとしても YouTube は続けていこうねっていう話は水木としてますんで、いきなり更新が止まるとか何も言わずにチャンネルがなくなるとかいうことはないんで、そこだけはご安心ください。なのでとりあえず明日からのスケジュールとしては、明日旅の動画が1本出て、でできれば日曜日と水曜日かな、またもう一本ずつ出して、その後また何らかの形で報告動画になるのかなと思っておりますが、ちょっとそこは未定です。実はちょっと企業さんからお仕事いただいてた動画もストップしちゃってるんで、もしかしたらそういう何かの紹介動画とかが出る可能性もあるんですけど、それも本当に収入は大事なのでやっていかなくちゃいけないことなんで、よければそんなととしてもご覧いただけるとありがたいです。あとね、動画のコメントなんですけど、もう本当にコメントが命で、なんとか YouTube をやれてるっていうぐらいありがたいんですけど、ただ今後この病気の話とかが出てくると、すごいちょっと予測で何かコメントをつける方とか、まあ初見で見てパッと、まあ、ネガティブ気味なコメントつける方とかも、まあ、ちょっと増えてくるかなと思うんで、あとちょっと忙しくなるのもあって、今後僕がまあ YouTube 以外にもちょっと金策に励まなくちゃなと思ってるんで、なのでコメントがちょっと返しづらくなるかもしれないんですけど、まあコメントは全部見てありがたく、僕も水木も見させていただいて本当にありがたいねって2人で話をしてるんで、ぜひともまたコメントはお願いします。ただ今までのようにこの全部コメント返すっていうのは難しいかなと思います。なのでとりあえずはまた明日ですね明日旅の動画を出しますんで、そちらでお会いしましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。